ケプラー61は地球から白鳥座の方向に約1100光年離れた位置にある系型主系列星である。NASA が打ち上げた通過を起こす惑星を発見するために打ち上げたケプラー宇宙望遠鏡の観測領域の中に一致している。2013年4月24日、この恒星のハビタブルゾーンの内縁付近を公転している太陽系外惑星を発見したと発表された。 銀河系における、ケプラーの観測範囲系ヘプラ六十一は、ケプラーによる観測が行われる前から、ニマスのカタログ番号であるニマス j 千九百四十一万千三百八プラス四十二二万千八百三十一という名称を持っていた。ケプラーインプットカタログには、キック六百九十六万九百十三、ケプラーオブジェクトオブインタレストには濃い百六十一。 として登録されていた。NASA の太陽系外の恒星を公転する惑星を発見するケプラーミッションによって、この恒星の周囲を公転する惑星候補が検出された。ケプラーが惑星を検出するのに用いているトランジット法では、恒星の高度曲線が低下することを検出し、この高度の低下は地球から見て恒星の前を通過する惑星によるものだと、 解釈できる。発見論文を受理した後、ケプラーのミッションチームは、この構成に、ケプラーマイナス61という名称を付与した。ケプラーマイナスは、ケプラーによって発見された惑星とそれが、交転している構成を示すために付与される、一般的な名称である。ケプラーの観測ミッションによって発見された、惑星候補には、主生名の後ろに、01を付与した名称が与えられる。 一度に複数の惑星候補が発見された場合は原則、公転周期が短い順に命名されていく。これらの規則に従うと、惑星候補は、公転周期59.87756日の一つのみであった。惑星名の主星名の後につく B は、発見された順序に由来している。これは、その主星の周りを公転する、初めて発見された惑星に与えられ、 それ以降は発見された順に応じて、アルファベットが付与されていく。ケプラー61の場合、公転している惑星は一つだけなので、B のみが使用される。ケプラー61という名称は、ケプラーミッションにおいて、惑星の存在が正式に確認された、61番目の構成であることにちなむ。ケプラー61は、太陽の63%の質量と、 62%の半径を持つ軽型主系列性である。太陽の表面温度は 5778K で、年齢は46億年であるが、それに対して、ケプラー61の表面温度は 4017K で、年齢は10億年以上とされている。構成に含まれる鉄や、その他のシゲ素の含有量を示す、金属量は0.03、すなわち、 太陽の107%で太陽よりもわずかに金属を多く含んでいる。高度はケプラー61のような通常の恒星の場合、太陽の約8%となる。地球から見てどれだけ明るく見えるかを示した四等級は15等級で肉眼で願望することはできない。ケプラー61を公転することが知られている唯一の惑星ケプラー61ビットは、 高性面通過を起こす。これは地球から見て惑星が主星と地球の間を通過する軌道を持つことを示し地球から見た相対的な軌道傾斜角は一度未満となる。これにより惑星の大きさと光転周期を求めることができる。ケプラー61ビットは地球の2.15倍の半径を持つスーパーアースとされておりケプラー61の ハビタブルゾーンの内縁付近を交点している。しかし、やや歪んでいる大円軌道のため、軌道の位置によっては、生命や液体の水が存在できない環境になるかもしれない。その大きさから、個体の表面を持たないミニネプチューンである可能性も、ある。ありがとうございます。